お疲れ様です。ケリンいつきチャンネルいつきです。 伊藤慶林イター S 級決勝戦となっておりますのでね、S 級決勝戦展開予想していきたいと思います。まずは伊藤慶林33バンク、直線が46.6メートルと33バンクの割には長いです。1着の決まりで2ゲ23、マクリ28、し四49ということでね、えーまあ、圧倒的差し合い有利なんですけれどね、えー、マクリも決まるということもありますし、まあ、33三的にね、逃げ切りということもありますので、えー、さあ決勝戦手に合わせ逃げる、えー。誰があね、どのタイプの選手が優勝していくのか どうかとそして2着、逃げ20、まくり15、差し23、マーク42ということになっておりません、ね。ライン決着、濃厚と、すチ違いが出るのかどうかというところで、ね、しっかりと展開予想していきたいと思います。まずは12レース、メンバーを見ていきましょう。1番、萩原、2番、森田、3番、和田、4番、木暮れ、5番、末木、6番、道場、7番、岩本となっております。ラインを確認していきましょう。2、4、5。2番の森田に、4番の木暮れ、5番の末木が固めます。 6番1番、6番の道場に1番の萩原、7番3番、7番の岩本に3番の和田ということで、3対2対2、ライン3分線です。まずはライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。2番の森田、バック11回、ホーム9回。 逃げの決まり手が五、まくりが四、差しがゼロ、マークがゼロと、えー、まくり先行タイプですよね。バック十一回、ホーム九回ということになっておりますので、えー、ここはね、かなり、えー、まくりの好きな選手です。えー、さあ、六番の道場、バック九回、ホーム十回、二元の決まり手が六、まくりが三、差しがゼロ、マークがゼロと、えー、先行まくり強いんですけれどもね、どちらかというと、逃げた方が、道場のね、持ち味が出るのかなと思うんですけれど、ちょっとね、昨日の準決勝戦でも抑えすぎてるのかなという気がしますんでね、ここ、うまくね、決勝戦、 逃げていくことができるのかと。ただし、ここね、伊藤慶林ということで、静岡コンビ、波乱をね、演出してくれるんだったら、6番の道場の頑張りじゃないかなと思います。7番の岩本、バック5回、ホーム4回、逃げの決まり手が1、マクリが4、差しが3、マークが0とね、もう特選からピンピンで上がっておりますのでね、ここも完全優勝を目指して、必殺のマクリを爆発させると。スタートはね、1番の萩原がね、ここ、スタートは取らないと思うんですよね。そうなると、ライン3社、森田ラインが。 取るのかなということで、2、4、5が前受けすると、6番、1番が中断、7番、3番もね、前受けしたいと思うんですけれど、3番の和田がね、枠順がね、3ということになっておりますのでね、ここは中断取れないんじゃないかなというふうに思っております。赤番前、7番、3番がまずはイニングを切りに行くと、これは中断取りですよね。そして6番、1番が切り替えて、2、4、5と、7番、3番はね、早めに6番、1番が来てくれないかなというふうに思っていると、ジャン・アイズのともにね、6番、1番が どトぞ。 あまり遅かったらね、7番3番かけちゃいますからね、6番1番がね、ジャンマイぐらいでしっかりとスパートすると、7番3番がしてやったり中断、245はね、後方からのまくり勝負ということを考えましたので、ここはね、7番の岩本を補選と押していきたいと思います。3番手からのまくりですからね、強烈と。あとはね、2着争いが激化するのかどうかと。抑えは2番の森田のまくりということで、ここはやっぱりね、静岡コンビがね、逃げていくと思うんですよね。それを をえーまあ、7番と2番、どっちが中断取ってるかによって、えー、優勝者が決定するんじゃないかということで、ねえー、ここはまくり選手からね、狙っていきたいということで、えー、まずは7番の岩本の強烈まくりから、マークする3番の和田、えー、まくってくる2番の森田、えー、そして6番の道場の番手から、ね、抜け出してくる1番の萩原、えー、4番の木暮れがね、コースついて突っ込んでくるということで、7から3、2、1、4折り返し戦、ね、こちらの方が本戦です。 抑さえなんですけれどもね、えー、2万の森田の 一撃ということで、2番の森田のまくり一発から、ラインマークする4番の木暮れ、木暮れの後ろから腰淡々とね、優勝をね、伺っている5番の末木、そして3番の和田健の突っ込み、1番の萩原の突っ込みということで、2位から4、5、3、1折り返し、こちらの方で狙っていきたいと思います。伊藤敬里ね、意外と毎日ね、荒れてくれてたという印象がありますので、決勝戦も荒れて、そして締めくくっていきたいなと。 思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。